どうもー、フォーゲームボイスでーす。こんにちは。こんにちは。えちゃんでーす。アルプスの少女ハイジです。ハイジ。で、今日のね、今日のゲストはですね、はい、僕はですね、最初出会った時は正直あまりインパクトはなかったですね。うん、ね、なかったですね。でも最初 FEB として出会って、うん、まあ、彼がキャプテンとして選ばれた時に、うんうん、え、なんで彼がっていう、最初はそうだったものの、うん、今となってみたら、うん、あ、やっぱり彼はキャプテンだったなと感じるぐらい。なるほど、はい。俺はね、印象的にはね、もう俺らのそのストリートボール始まってから、うん、もうこいつはもう最前線でずっと戦ってるやつ、うん、そうですね、未だにねバカかお前それぐらいいろんな場面で一緒になってもう戦ってた、ね、戦ってくれてた、そうですね、うん、確かにやつですね、未だにすごい鉄人のような鉄人ですね、衣笠幸子さん、衣笠さん、はい、ケイタさんいや、なんか予想外にあちゃんが褒めるんで、なんかこのちゃんちゃんふざけてくるのかなと思ったら、予想外に入ってからこの流れだと思った。いや、もうそうよ、バカだと思ってるけど、アホだとは思ってるけど、やっぱすごいなっていう、そうですね、すごいですね、すごい、こいつは本当にすごいやつです。すごい男を、じゃあ紹介しましょう。はい、鈴木啓太さんです。啓太です、お願いします。お願いします。変な感じしますね。変な感じしますね。やってる？やってますよ。まだ、はい、最前線で、はい、バリバリやってます。はい。何の話ですか。え、出会い覚えて？僕はほとんど覚えてないですね。気づいたら、あ、いたって感じですね。ひょろひょろだったじゃん。そうですね、15キロぐらい体重違うのかな。いつからこの体になったの？これは…え、これさ、何で目覚めたの？何で目覚めたの？うん、大学卒業して、うん、すぐその FEB にファイスが入ったんですけど、うんうんうん、その時だからまあひょろひょろのまま、うん、なんかこう、まあ、マムシとか、うん、タマとかの縁があってちょっとファイスに入ったんですけど、うんうん、その時はガリガリで、うん、で、まあ、入ったらもうとにかくなんじゃこりゃと、うん、やべえ人しかいないんじゃんみたいな、で、なんかもう周りがね、そうなんです、うん、で、追いつくためにはどうしたらっていうので、うん、で、当時大学卒業して専門学校に入ってたんですよ、うん、だからそれがスポーツトレーナーの専門学校で、うん、まあ、もうそしたらもう片っ端からのトレーニングやってやれること全部やって追いつきたいな、だって蹴ったからじゃないよ、なんか筋トレしようみたいな、あ、でもそうです、ボーラーが多分筋肉つけようね、そうかもしれない、当時の結構そのストリートボーラーみたいなあんまトレーニングしない、うん、いや確かに俺メジャーしたことないもんね、メジャーしたことない、ほとんどしたことない、ファミコンずっとやつだもん、ファミコンわかりますよ、ファミコンわかりますよ、いや、ケイタからじゃねえかなって思う、あの体育館にさ、ね、あ、そう、シェイカー持ってね、もう何飲んでんだろうっていうさそうそうそうですね、当時はドーピング扱いされてました、確かにあの頃もう本当手軽にいなかったもんね、プロテインとかね、喜った、うん、飲んでる人はあったのかもしれないなんかでもありましたよ、今って結構ね、これどこにコンビニとかでもあるんだから、ね、昔は本当に専門的なところに行かない、ね、インターネットとかもそんなにまだ ね、マニアックなものですよね、そうそう、今みたいにコンビニで売ってるような、そうそうそう、ゴールドジムとかそういうとこ行かなきゃないのかないぐらいだ、そう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 、イメージだったのが、はい、なんか飲んでるなみたいな、けーところが気がする、うん、ボーラーがこの辺から出したのがまあでも本当筋トレもそうです、まあ、シムグリでこうやっぱこう追いつきたかったんで、うん、やってた結果まあこうだったっていう、はい、なんかレジェンドのポスターみたいな、ね、ケータの背中みたいなのが、あバトルハウスから、そう、バトルハウスでしたっけ、あれ見てすげえなーと思って、ね、確かに、うん、え、岩佐も体を鍛えてと、いや、ジュンさんはウェイトはそんなにやってなかったと思います、まあ、クリスとケータのイメージはすごいある、あ、クリスさんごつかったですね、うん、確かにちゃんとウェイトとかやってたのクリスさんぐらいだった、うん、あ、そう、うん、今の肩書きって何なの？今の肩書きですか？うん、今は、サムシティを運営に携わり、まあ、に携わりながら、うん、まあ、サムシティでも X スクワットでプレーしてますし、うんうんうん、まあ、あとあの 3x3 の方でも、うん、一応まだ日本代表候補、うん、ギリギリ、うん、はい、すごいね、です。
もう外人と戦うね、お前。ずっと戦ってよね。好きなんですよね、でも。外人と戦うのとか、海外に行ってやるのとか、めっちゃ好きなんですよ。そのイメージ強い。それが結構一番のモチベーションだったりします。それはいつから？いつから？あ、でも、好きになったの。一番最初なんですかね。パーで行って。あ、そうです。それがやっぱり2005年にファーイーストでニューヨークに全員に行って、そこでダイクマンとかのエキシビションに出させてもらった時にやっぱクラッカー衝撃がやっぱ一番の初期衝動ですか。でももともとアメリカにはいたんだもんね。そうですね、小5から高2まで6年間、はい、親の仕事の都合で英語ペラペラなんで。そうだね、バンドなんね。出てた時にすっげえやりやすい。ケータ超かっこいいってもんね。英語で。英語にも言っていなし。めっちゃ来てたもんね。エアアップゼアと口喧嘩。マジムカついてる。ちょっと慣れてるから。でもなんかもう最終的にラチャーかねえと思って日本語で言ってました。そいつらわかんねえだろみたいな。そっちの方がラチャーかねえ。いや、英語のね、喋るケータめちゃくちゃかっこいい。かっこいい。それなんかめちゃくちゃ言われるんですよ。日本語こんな感じだろ、みんな。そうなんですよ。日本語こんな感じ。なんかギャップがあるみたいで。はい、それ中国喋ってるケータ、もう上海とかさ、武漢とかでもさ、なんかまあ、英語向こうで、もうケータがね、全部やってくれるの。アテンド兼選手で、ね、すごい大変な時は予算ないんで選手だけで行く旅ばかりじゃないですか当時は。だからもう、はい、いやすごい旅したよね。しましたね。いろんなとこ行きましたね。したよ。いろんなとこ行きましたね。でもね、やっぱ持っていくのよ、ケータが最終的に。うん、なんかいろんなやつ、ね、ワームとか連れてっても、うん、結局ね、ケータがね、全部コテンパンにしてくれるの。あ、さすがだね。すげえな、ボイツ。ボナナだね。ソルジャーだな。いや、でも僕、中国の動画、その、うん、見たのは、すごかったですね、あの、ワンオンワンの動画を、なんか、見た時に。かな、武漢、あの、めっちゃ囲まれてるんですか。そうそう、あれはそうですね、武漢の超アウェー。そうだよね。戦争みたいな。いやいや、もう、あれ人生で一番アウェーだったですね。もう1対99で。死ぬかなと思って。あれを見て、あれも勝ったもんね。あれ、試合には、3対3の試合には勝ったんですけど、あの、ワンの負けちゃったんですよ。あ、そうなんだ。向こうの、なんか、ローカルヒーローみたいな。あ、なるほどね。ローカルヒーローたくさんいるんだよ。まあ、そうですね。はい。あの年、ローカル、その土地に行って、そのローカルヒーローと絶対ワンの俺が好きですよ。絶対ケースだよね。すげえ、すげえ。その、武漢の時は、あの、レイっていう、後にサブシーファイナルに出てきた中国のすごいいいボーラーなんですけど、まあ彼に負けちゃって、はい。そうだよね。いやでもあのイメージすごかったな。よくこんな場で戦ってんなっていうのが。ライジングサンダーね。そうね。KT54ですね。あそこランスファリの。戦ってる。あれもやばかったっすね。はい。一番でも印象残ってるのはやっぱそのニューヨークなので食らった。そうっすね、食らったのはまあでもやっぱニューヨーク。まあ全部出てるじゃんイベント、うん、そうですね、全部呼ばれるじゃん、うん、そう、まあ、あの声かけてもらいました ね結構そうだよ、ね、はい、ミックステープからストリート・トゥ・エリート、フランス系KT54、中国遠征とか、はい、結構全部全部ってるよね。あとなんか 3X、 今 3X でいい、 3X3 のなんか3ポイントのもなっとったよね。なんだっけ、3ポイントコンテスト、3ポイントコンテストを勝ったのはあれ K54 か。あ、そっちか。ライジングサンスで K54 で3ポイントコンテストがあって。そうだよね。はい、それはあれもちょっと日本で見てて感動したんだよね。おすげえケータと思って。あれはもう試合負けちゃったんで、まあ何とかして何かこう試合がどこだったの。いや、前線、前半までは前線して後半突きちょっと離されちゃったんですけど、まあ結構な強豪チームに、まあ、食らいついていけた。まあ、負けは負けなんですけどね。はい。ボコボコではなく、まあ。その時のメンバーって覚えてる？俺、ワーム、ケンタロウさん、長谷川翔、タクさん、あと、マニー、ボンド。ボンド？あれ？あといたかな？そんなもんかな？これで一人とか忘れたり。絶対忘れてるよね。本当ですか？結構。
7人か8人かぐらいいたって気はするんですけどね。なんかそれの練習とかもやったよね。ライジングサンズはめちゃくちゃいっぱい練習しましたね。結構あれですね、きつかったっすね。きつかった。プレッシャーがすごくて、はい、で一応なんか俺あのライジングサンズはみんな基本的にトライアウトというか先行してメンバーに選ばれるっていう図式だったんですけど、なぜかというか俺は一応そのなんか光栄なことに最初にもうキャプテンとしてもう1人目をもう任命してもらったんで、俺だけ確定だったんですよ。なんでそっからそれがスタートだったんで、なんかやっぱこう自分がこうちゃんとまとめないといけないみたいなのをやっぱ練習からそのプレッシャーか、すっごいプレッシャーですね。だって運営陣からのこうやっぱり俺だって呼ばれるのもなんか練習そうですね。なんかそういう引っついててのを見ててさ、きつそうでさ、みんな体力的とかいろいろな精神的な大丈夫かなと思って、これ話していいのかな。まあでも最終的にはあのねパリ行って一応こう、ね、そうね、あの準備してきたものは出せたかなっていう、うん、はい。なんでケータはキャプテンなんだろうね、そういう場面で。まあ、確かになんか全部そうじゃない。うん、でも最初からそうだったわけじゃない、ね。じゃないじゃん。はい。何のタイトル取ったの？何のタイトル取ったんですか？でも一番最初、なんかターニングポイントは、うん、多分オールで初優勝の時に。それなんだよ。それは F スクワットとして。いや、ファイスト、ね。ファイストとして。はい、決勝でですもんね。そうです。エストの決勝で勝って、うん、あ、MVP 取ったんだ。え、それ MVP やったんだ。そうなんですよ。そうなんだ。それが結構ターニングポイントで、あ、それからかもしれないです。それからか。エスト決勝やって、エスに勝っていいプレーしたんで、結構その後結構、うん、なるほどね。認めてもらったような気がします。なるほど。そっから。そういうことか。俺らがじゃあ3で倒した後に、3で倒した。アイザックいましたよね。そうそう、アイザック・ソジャナー率いるサンデークルーをエスが倒したけど、そこで、バイスが使い切ったというか。いや、使い切ったって俺的には、あ、優勝しちゃった。実を言うと、はい、あ、これ優勝したわ。サンデーに勝ったら。もうね、ずっと勝ちまくってた。ずっと俺ら準優勝だったから、まあ、ファーには負けねえかもしれないな。当時のそのファーイソンメンバーも、多分、もう浩平さんいない、うん、で、あっつもいなかったんですよね、確かに。だから結構、あの、まっちゃんとか俺とか、うん、まあ、クリスさんは多分と思うんですけど、うん、結構若手というか、うんうんうん、結構こう、タナと、はい、メンバー中心で。傭兵とかいたのかな。傭兵も今、いたと思います。はい。あ、それか。その MVP がやっぱ出るかったのかな。うん、まあ、そっからはね。そう ね確かに。キャプテンのイメージが。イメージあるよね、ケイト。ずっと。